はい、お疲れ様です。宮田です。今日はね、めちゃめちゃ短い動画なんですけど、今日は成田荷卸し終わって、まあ、箱切って、頭だけでデイリーストア、デイリーに来てるんですよ。で、ちょっと肉まん買ったんですけど、今日のちなみに朝ごはんはこれです。はい、ちなみに今日の朝ごはんはですね、このたらこスパゲティと、体にもいい野菜で、ドレッシングはノンオイルの青じそを使用します。で、悪魔のおにぎり、前に動画でちょっと僕ね食べて紹介してましたけどね、悪魔的なうまさということでね、こいつを買いました。で、あとはまあコーヒーで、ちょっとね肉まん買ったんですけど、こいつがねまたね、これからし中入ってるんですかって店員さんに聞いたんです。ほんなら、関東の方ではからしつけないんですよって。え、マジっすかみたいな。え、肉まんにからしつけへんのみたいな。マジで言うてんみたいな感じで、どうしよう、からしないんやってなったら、店員さんがですね、なんと、多分これアメリカンドッグとかにつけるやつだと思うんですけど、このケチャップとマスタード、これ2つくれました。で、ケチャップを使わずに、このマスタードだけを、まあ、つける感じで、まあ、からしではないけど、まあ一応、からし代わりということで、マスタードいただきました。ありがとうございます。気を使っていただいて。はい、皆さん、あれなんですね。関東の人は、肉まんにからしつけないって、これほんまなんですね。まあね、各地、九州行ったら酢醤油とか、ね、作ったりするんですけど、僕は関西で育ってるもんなんで、ね、関東とか九州行ったらね、ほんまみたいな。九州の方はね、なんか鶏肉のささみというか、生で鶏肉を食べる習慣があるんですよ。まあ、そのトラックドライバーでね、船乗った時に教えてもらったんですけど、鶏のささみを生で食べてるみたいな、ニンニク醤油的な、なんか酢醤油みたいなつけて食べてましたけど、でも大阪に住んでて、そんな食べ方したことないもんやから、びっくりしましたけどね。あとはまあ、あれですかね。その味の濃いとか薄いとかありますよね。薄味とか。俺基本的にあれなんですね。赤だしはそんなに好きじゃないです。普通の味噌汁が好きです。うん、で、あと、名古屋行った時に、味噌カツ、まあ、そうだみや。味噌カツなんですけど、やっぱ、とんかつにはやっぱ、からしつけたりとかして食べるんやけど、味噌カツ、まあ、あれが美味しいんでしょうね。名古屋の。ね、名物ですからね。で、食べたんですけどね、まあ美味しいのは美味しいんですけど、僕はあんまりちょっとあれですけどね、あんまりやっぱ関西のとんかつのからしとかつけて、おろしポン酢とかで食べる方が好きなんでね、まあ、たまに食うと、そう、味噌カツもねいいかなって思いますけどね。まあ、いろんなね、地方長距離やってたらね、いろんな食べ物食べるんで、結構それはそれで面白いですけどね。ということでね、今日はね、もうお風呂も入ってうさみでさっぱりしてね、ステッカーの方はね、もう早くて3月の3日に、追加ね、100枚、発注してますんで、早くて3日にできます。まあ土日がね、シール会社休みっていうのもあるんで、まああとちょっと乾かしたりとかもね、作業あるんで、で遅かったらまあ3月の10日ぐらいに、ステッカーが出来上がってくるということですね。皆さんもらえるといいですね。ちなみに僕はもうフロントガラスの前に飾ってますけどね。ツイッターで上げてるステッカーはあれ違いますよ。あれは初期段階のあれなんで、あっから改良を重ねて、もう詳しくはツイッター見てください。ツイッターフォローここ下出しておきますんで、ね、ツイッターに載せてるステッカーは、試作段階で、あれからいろいろこうしよう、ああしようってこう打ち合わせをして、めちゃめちゃ可愛く、かっこいい、ステッカーが出来上がったので、またね、追加分が届いたらですね、YouTube と、Twitter で、紹介したいと思います。はい、ということで今日はね、もう今からこのご飯食べます。はい、ということでね、お疲れ様でした。今日はめっちゃ短い動画やな。たまにはこういう緩い動画もいいじゃないですか。はい、ということでお疲れ様でした。じゃあね、またね、バイバイ。